どうも皆さん、おはようございます。マハバイロ装備カードめっちゃつけて納金リュウです。さあ今日はですね、8月の7日、金曜日、急にリミットレギュレーションの発表が公式さんからございましてですね、リミットレギュレーション適用予定日8月の20日、何がリミットになったかっていうと、1枚だけなんですよ。1枚だけ。今回ちょっと速報動画になるんですけども、ウィッチクラフトサボタージュ行きました。おめでとうございます。おめでとうございますっていうのかな、これ早くないですか。そのサボタージュ自体はですね、私調べたところによると、6月の18日のパックで実装されておりましてですね、およそ2ヶ月の命となりました。本当なんか勢いで付き合い出した高校生カップルみたいな。早くないですか、2ヶ月ですよ。もうカイトロイドの方が早いけど、どっちかっていうとやばくないですか。なんかスピード離婚みたいなことですよね、本当に。まあ、効果はですね、このカード、ウィッチクラフトサボタージュ、自分の墓地のウィッチクラフトモンスターを特殊召喚できるよっていう効果と、まあ、ウィッチクラフトがいると回収できるよっていう墓地からっていう効果を持っていて、で、手札から使うと、その援軍とかで墓地を食ったマスターベールとかね、そういうのをまあ蘇生したりとか、あと、ジェニー、ウィッチクラフトジェニーとかで除外して、サボタージュコピーして、墓地のなんかエーテル蘇生したりとか、まあ、いろいろ動きができたんですけれども、まあ、何が強いってやっぱりそのウィッチクラフトって援軍っていう、光の援軍っていうカードがすごいエンジンとして搭載されていて、そのカードめっちゃ強かったんですけども、まあ、それと併用がちょっと難しくなりましたよと。まあ、これからね、最近本当なんかいろんな大会とかで入賞してるデッキとか、まあ、見させていただくと、大体ね、援軍ギミック入ってるんですよね。だから援軍入ってないデッキほとんどないので、ウィッチクラフトは。だから多分ね、構築少し変えないといけないですね。昔のように、昔っていうか、最初これ出た時のように援軍を積み込まないで、シンプルに20枚とかの構築にするのか、まあ、それか普通に援軍を2枚とか1枚とか積んで、既存の枠から少しこう変更した形で、まあ、組むのか、これからはね、ちょっとわかんないんですよ。リスタート、バランスとかいろいろ、多分、スキルの候補はあると思うんですけども、まあ、一応今、ウィッチクラフトは、ティア1って言われていたんですよ。ウィッチクラフト。ウィッチクラフトと、青眼だっけ ?BF だっけ、そのあたりがまあ強かったって言われていたんで、まあ、少しはまあ、ある程度、構築が多分結構、変わってくると思うので、まあ、多少はね、環境に影響が出てくるのかなというふうに、思っておりまして、まあ、援軍入んないとでかいね。やっぱね、なんだかんだいろいろ考えた結果、光の援軍ってやばいよね。光の援軍ってやばくないですかあれ。カード一応やばいそれ。なんだかんだ、何がやばいって、やっぱリミット3にコズミックサイクロンとかいろいろ入ってるじゃないですか、今、リミット3のカードが。これね、援軍かなりやばいよねっていう話があるから、ウィッチクラフターの皆さんにはちょっと耳が痛い話になるかなと。まあ、私はちょっとウィッチクラフト最近全然使ってないんであれですけど、何せね、早いんですよ。とにかくね、早いの。リミットになるのが。これ、コナミ式規制方法で、まあよくあるけど、OCG とか、リンクスでも。これね、よくないよ。やっぱ毎回言うけど、これ。これ毎回言うけど、実装後2ヶ月でリミット入りって意味わかんないじゃん。意味わかんないですか。だからね、よくない。こういうのは、本当に。もうちょっとしっかり考えて実装しよう。で、それに覚えてるか、なんかどうか知んないけど、最近のパックなんかインフレ絶対起こさせないみたいな、気概が感じられて、最近のパックは、あまりにも環境に影響を与えなすぎる。逆にね、逆に。っていうのがあるんで、皆さんどう思うでしょうか。私は、真ん中ぐらいがちょうどええ、みたいな、そのラインが分かってないのかなっていう、小波さん。めちゃくちゃ強いカードと、すげえ上カードの中間くらいのカード実装してくれればいいんですけども、なんかねぶっ壊れポーンってぶち込むか、なんかようわからんカードをぶっ込むかの選択肢しかないから、ちょうどええみたいなカードをちょっと選定して実装していただきたいなというふうに思っております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ぜひね、皆さんこれに関してどう思ったか、書いていただければコメント欄で、私もそれ参考にさせていただきたいなというふうに思いますので、というわけで、本日はちょっと動画短いですが、この辺で失礼いたします。とにかくね、早い!高校生カップじゃないんだから!それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ!